なかったんですけど、まあ、やっぱりそれだけ、まあ、貢献してきたんですね。まあ、やっぱりこのグラウンドとかもそうですね、花を植えていくっていう、まあ、花が、まあ、綺麗ですし、まあ、一番は、まあ、ゴルフ場ですね。まあ、ゴルフ場の時にやっぱり花が植わってると綺麗じゃないですか、はい、それでやっぱり花をじゃあ作ろうと、ないなら作ろうというところからやったわけですね。で、まあ、やっぱり花もやっぱ枯れちゃいますから、地が悪いとですね、その辺の畑から取ってた人はどうしても水はけが悪くなっちゃうというのがあって、あと pH ですね、土はやっぱ本当に pH が大事になってきますし、まあ一番まあ培養土もですね、いい培養土を使えば最初は肥料なしにある程度まで大きくなるので、そこから実をつけるというものはどうしても肥料が必要だと思いますけど、まあ、本当に2、30センチぐらいしか伸びない花だともう土だけでできちゃうので、まあ、そういった花をまあ植えて、その後は肥料をまくんですけど、だいぶ、北商店の畑もだいぶ、花と草が分からん方もやっぱりおってですね、だいぶ、花も凝りちゃった方もおって、今、この間20年ぶりとかに来たお客さんががっかりしてまして、私たちも協力して花植えてたのに、もう花が俺が植えた花がって言って、昔は大仙さんとかも一緒に植えてくれてですね、おちょっと肥料ができんで待っとってくれとで言ったらですね、その後、手空いとるなら花植えてくれとかですね、草抜いてくれとかですね。すげえ。